皆さんこんにちは。トロピカチャンネルへようこそ。どうも、トロピカプレゼンテーターのぶっちです。今回はメダカを5匹で飼うメリット、おすすめの品種と飼育容器も紹介というテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルではぶっちが設計する高品質で低価格なオーダーメイド水槽を販売しています。どんな水槽でも作れます。詳しくは概要欄をご確認ください。お久しぶりです。最近動画の投稿頻度少なくてすいません。実は今ちょっとでかいプロジェクトを準備しています。それでちょっとバタバタしてるんですけれども、まあ、いつ発表できるかちょっと未定なんですけれども、皆様楽しみにご期待してお待ちください。ということで、今日も今日とてメダカです。今日は変なタイトルなので、なんやこれと思われた方も少なくないと思います。しかし最後まで見ていただいたら、今すぐメダカ5匹で飼わなきゃってなると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。本来は群れで生活するメダカを少数で飼育する。実はそこには小型容器でも飼育できたり、高級品種をじっくり飼い込むことができるなど、様々なメリットが隠れています。実はこのメダカの少数飼育、最近流行っている飼育方法でもあるんです。今日はこちらの3つの項目に分けてお話をしていきます。こちらです。1、メダカを5匹で飼うメリット。2、おすすめの品種。そして3、おすすめの飼育容器。そして動画の最後では明日使えるぶっちい小話もあります。これ人気コーナーにしようと思っています。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速一つずつ解説していきましょう。メダカを5匹で購入するメリット。1、小さな容器で飼育できる。メダカを5匹飼うメリットとしてまず挙げられるのが、小型容器でも飼育可能という点です。5匹程度であれば容量10リットル程度の小さな容器でも飼育ができるため、水槽の設置スペースにお悩みの方には最適な匹数だと言えます。2匹や3匹だとやや物寂しい印象があるかもしれませんが、5匹いれば小さな容器の中を泳ぎ回る姿を見かける姿も増えて見応えも出てきます。小さい容器についてはこの後いくつか紹介しますが、いずれも水槽台などではなく机の片隅とかに置けるサイズ感なので、ライトにメダカ飼育を始めるにはぴったりです。メダカを5匹で飼育するメリットに、高級品種をじっくり飼い込める。ぶっちい的には一押しのメリットがこれです。昨今のメダカブームは凄まじく、高級品種と言われるメダカが台頭してきました。なんと1匹数千円なんてのはまだ可愛い方で、数万円とかになるメダカも登場しています。1匹20円とかのヒメダカとは訳が違います。群れで飼育するのが楽しいメダカですが、高級品種は群れになるほどたくさんは飼えません。そこで5匹などの少数で飼育する方法をお勧めします。何十匹ものメダカのうち 1,2 匹が高級品種というよりも、5匹中1匹から2匹が高級品種という方が当然目立ちますし、鑑賞を楽しむことができます。またせっかく買った高級品種、もちろん長生きしてほしいですが、少数飼育の場合は特定の個体を観察しやすいので、病気の早期発見にも役立ちます。メダカを5匹で購入するメリット。3、繁殖のコントロールをしやすい。様々な楽しみ方があるメダカ飼育ですが、中でも繁殖はメダカ飼育の最も大きな醍醐味の一つです。しかし中には、繁殖をさせたいのにしてくれない、繁殖させたくないのに増えすぎて困っているというメダカ愛好家もたくさんいらっしゃいます。この問題は小型容器で5匹で飼育することで解決できます。1匹1匹を観察しやすいため、例えば繁殖させたい場合はオス2対メス3くらいの割合にすると、比率的にバランスよくポンポン増えてくれるでしょう。ただし水質や水温の条件が整っている場合に限ります。また増えすぎて困っている方はメスだけにする、オスだけにするというふうに性比を調整すると良いでしょう。少数飼育なので簡単にできるはずです。続いてお話しするのは5匹で飼育する時のおすすめの品種です。基本的にはどの品種でもおすすめではありますが、せっかく5匹で飼育するのであればという視点から全部で5種類紹介します。5匹で飼育する時のおすすめの品種。1、三色メダカ。赤、白、黒の体色を持つ三色メダカ。種類によっては体外光やラメが際立ち、大変美しい品種の一つです。三色メダカは色柄がはっきりしている個体が多いので、少数飼育の方がかえって映えます。近年では手頃な価格帯に落ち着いてきているという点もおすすめしたいポイントの一つです。5匹で飼育する時のおすすめの品種に、青みゆきヒレナガスワロー。青みゆきヒレナガスワローはヒレの一部が不揃いに伸長するスワローメダカと、青体色で体外光の形質を持つ青みゆきを掛け合わせた品種です。ヒレナガメダカは小競り合いなどによるヒレへの影響を減らすために、容器に対して余裕のある匹数で飼育することを推奨されています。ゆとりのある水槽で少数での飼育をしてみましょう。少数であればヒレの具合や個体差をじっくり鑑賞できますし、擦れ傷なども抑えられます。
5匹で飼育する時のおすすめの品種3、楊貴妃だるま。縁起物のだるまのように丸々とした体型が特徴のだるまメダカ。楊貴妃だるまは鮮やかな種の体色が特徴の楊貴妃メダカにだるまメダカを掛け合わせた品種で、少数でもかなりの存在感があり、水槽内を明るく演出してくれます。しかしご存知のように、だるまメダカは飼育が難しいとされています。可愛いけど難しそうだからと敬遠されがちなだるまメダカですが、だからこそ少数飼育に挑戦してみる価値ありです。少数の場合は一匹一匹の状態をしっかり確認できるため、泳ぎ方、餌の食べ具合、体色など不調の際にいち早く気づくことができます。ぜひ挑戦してみてください。5匹で飼育する時のおすすめの品種4、深海マリンブルー。みゆきメダカからの改良で生まれた深海とマリンブルー、どちらも透き通った青系の体色をしており、爽やかさと繊細さを兼ね備えたメダカです。この美しさをじっくりと堪能するには、やはり少数飼育が向いています。非常に美しいメダカですが、ちょい高いので、やはりたくさん購入しようと思うとお財布に厳しいので、5匹での飼育はぴったりです。5匹で飼育する時のおすすめの品種5、オーロララメ。半透明の体色にラメが乗ったオーロララメ、こちらも非常に美しい品種です。少数で飼育することで個性や美しさを強調できます。オーロララメにも色味やラメの入り方によって様々な種類がありますので、ぜひ好みの品種を見つけてじっくりと買い込んでみてください。あとめっちゃ高いので、やはり少数飼育がおすすめです。オーロララメ以上、5匹で飼育するのにおすすめなメダカ5種でした。最後に紹介するのはおすすめの飼育容器です。各社から便利で使いやすいメダカ専用容器が販売されています。今回は3つピックアップしてご紹介しましょう。メダカ5匹のおすすめ飼育容器1、ジェックスメダカ元気メダカのための水槽セット300。少数のメダカを室内で飼育するならば小型水槽が最適です。こちらの商品は横幅約30センチのガラス水槽です。飼育に必要なものがあらかじめセットになっているのですが、付属のスポンジフィルターは水流が強すぎないため、泳ぎ疲れて体力を消耗しやすいメダカや稚魚の育成にも最適です。メダカ5匹のおすすめ飼育容器2、テトラ上路できれいメダカ鉢40。屋外での水蓮鉢飼育やビオトープとしての活用におすすめなのがこちらの商品です。特殊な排水機構によって汚れが溜まりやすい底面の水を足し水によって排出できる機能を備えています。また急な雨などで容量以上の水が入り込んでしまった時にも、一定量以上は排水される仕組みのため、メダカが流される心配がなく満水にならないのも嬉しいポイントです。この商品のシリーズは最大でも幅40センチ程度のものまでしか販売されていないのですが、メダカ5匹の飼育であればむしろ好都合と言えるでしょう。メダカ5匹のおすすめ飼育容器3、ジェックスメダカ元気快適繁殖ケース M。 外気温の影響を受けやすい屋外飼育では断熱性に優れた発泡スチロール製の容器が活躍します。そんな発泡スチロールの容器での飼育におすすめなのが、ジェックスメダカ元気快適繁殖ケースです。こちらの商品はキメの細かい発泡スチロールが採用されており、保温性に優れ、夏の高水温から冬の低水温、凍結にまで対応しています。 M サイズのものであればベランダや軒下に置いても邪魔にならず、なおかつ水量は 7.5 リットルまで保持できるため、メダカ5匹であれば十分なサイズ感と言えるでしょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。今日はメダカを5匹で買うと題して、次の3つについてお話ししました。1つ目、メダカを5匹で買うメリット。小型容器で飼育可能、高級品種をじっくり買い込める、そして繁殖のコントロールがしやすいという3つのメリットをご紹介しました。そして2つ目、おすすめの品種、三色メダカ、青みゆき、ヒレナガ、スワローなど高級品種を5種類紹介しました。5匹という少数で飼育するからこそ、高級品種をじっくりと買い込むことができます。そして3つ目、おすすめの飼育容器、小型のメダカ専用ガラス水槽、水替えしやすい特殊機構の搭載された水蓮鉢、そしてスチロール容器など3つ紹介しました。どれも一長一短ある容器なので、ご自身の飼育スタイルに合わせてご選択ください。こんな感じでした。いかがでしたでしょうか。最近メダカブーム、メダカブームと言いますが、メダカはブームになるべくしてなる、それほどの魅力があります。ライトに飼育が楽しめる、繁殖も楽しめる、美しい品種が多いなど、飼育が楽しいお魚です。今日の動画を参考に、ぜひメダカ飼育5匹から始めてみてください。それでは今日のぶっちー小話。メダカは日本の固有種と言われていますが、本当の意味での固有種っていうのは北のメダカと南メダカ、この2種類です。数十年前までは日本中全国各地に分布しておりましたが、現在では数を減らし、どちらも絶滅危惧種となってしまいました。今この固有種のメダカを探しに行こうとしても、見つけるのは非常に困難です。
今ではごくごく限られた地域にのみ分布しており、保護のためにその場所は秘密にされています。今皆さんが飼育を楽しんでいるメダカも、系統をこう辿って辿って辿っていけば、この北のメダカや南メダカにたどり着きます。メダカを飼育する際は、今では数を減らしてしまった減少メダカたちにも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。トロピカチャンネルはプロたちの豊富な経験に基づいたアクアリウムに関する情報やテクニックを発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。